大島酒造株式会社は日本の焼酎製造業者である。旧社名は長崎大島醸造株式会社。西園義半島と大島長崎県西海市の大島に所在する焼酎メーカーである。大島は西園義半島から西方 4km の東、品海上に浮かんでおり、面積12平方 km しかない小さな島である。1999年に 大島大橋が開通するまでは、九州との交通手段は船のみという離島であった。この大島では、古くから、サツマイモの栽培が行われていた。サツマイモの品種としては、特に、クレナヤズマが、盛んに栽培されている。クレナヤズマは、島の特産品として知られるようになり、焼き芋の原料として出荷されていた。このサツマイモについて、 焼き芋以外への活用が模索されるようになり、やがて島のサツマイモを使った焼酎の製造が開始された。第三セクターとして設立された経緯から、株主には、地元の有力企業である大島造船所をはじめ、地元の地方公共団体である、再開市、大島造船所の親会社である大造、さらには、木根の川、長崎製品農業共同組合、 再開大崎漁業共同組合、吉田や今里酒造、福田酒造が名を連ねている。もともと大島には大島炭鉱が存在し、松島炭鉱が大島工業所を設置して採掘に当たっていた。当時の西園の義軍を大島町は炭鉱の町として発展し、工業は大島町の財政を支える主要産業の一つであった。しかし、 大島炭鉱は1970年に閉鎖されることになり、大島町では新たな産業の育成が急務となった。大島町役場が企業誘致活動を展開した結果、1973年に大阪造船所、住友商事、住友重機械工業の出資により島に大島造船所が設立された。その後、党の産業発展の一環として、 サツマイモの活用が模索され、大島造船所などの出資により1985年3月に大島酒造が設立された。設立当初である1985年度の販売実績は麦焼酎600国芋焼酎50国売上高は7200万円であった。その後、徐々に規模を拡大していった。2005年に大島町は大瀬戸町、西比町、 再会長、先都町と新設が合併して再海市となったが、以降も島をはじめとする地元の原料を使用し、地元に根ざした経営を続けている。2011年度の販売実績は、麦焼酎1320国、芋焼酎700国となり、売上高は5億9900万円に達した。2012年7月1日、社名を 長崎大島醸造株式会社から大島酒造株式会社に改めた。大島酒造の芋焼酎の7構成は2019年時点で取扱店が日本国内で3店のみとされ入手困難な希少な酒として知られている。また愛媛県の焼酎バーの店主は大島酒造の麦焼酎を飲んで香りがフルーティで味がまろやか。しかも 二日酔いにならんと感動し、全員で何百件もの飲食店に紹介していた。その結果、愛媛県での売り上げが急進したことから、大島酒造の社長が、店主の元を訪れた。社長と店主は、意気投合し、店主の要望を取り入れた焼酎を作ってもらえることになった。その結果、麦焼酎の泥亀と芋焼酎の泥亀がそれぞれ誕生した。 2019年時点で、泥亀は年間14万本ペースで売れており、焼酎のプライベートブランドとしては日本国内でトップとなった。ユニークな商品も展開しており、トマト焼酎のルビーの雫や竹焼酎の珍畜中など珍しい原料を用いた焼酎も製造していた。また、麦焼酎の男、千一や芋焼酎の金本など、 阪神タイガースにちなんだ焼酎を展開していた。さらに、佐藤淳いよいよの映画にちなんだ麦焼酎と芋焼酎として男たちの山とを展開し、悪友の楽曲にちなんだ麦焼酎として狂わせたいのや勝手に仕上がれなどを展開していた。また、かつてはビールの製造も手がけていた。ビールのピルスナーは2003年にジャパンビアカップ金賞と ジャパンビアグランプリ銀賞を受賞している。同じくビールのデュンケルは2003年の国際ビール大賞銀賞や2010年のジャパンアジアビアカップ金賞を受賞している。さらにビールのデュンケルで2011年のジャパンアジアビアカップ同賞を受賞したものの同年にチビール事業部は廃止された。ありがとうございます。